J3 の岩手グルージャ盛岡、岩手に所属する元日本代表 DF 西大吾が自身の公式 YouTube チャンネルを更新。雑談、トークを繰り広げる中で過去の海外オファーについて振り返っている。これまでコンサドーレ札幌、現北海道コンサドーレ札幌、アルビレックス新潟、鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、浦和レッズ、札幌と渡り歩き。 2023年夏に J3 の岩手に期限付き移籍した西。今年から岩手に完全移籍し、ここまでリーグ11試合1得点を記録している。鹿島時代には国内3大タイトル獲得を経験し、クラブワールドカップ、W 杯、でスペイン1部レアル・マドリードと対戦。日本代表でも2キャップを刻んだ熟練の36歳は、 自身の公式 YouTube チャンネルでなかなか日本を飛び出す機会に恵まれず、ここまで来てしまいましたからね、と振り返った。西は同時に、海外からのオファーはスイス2部のルガーノというところが結局、鹿島の時に来たところですね、と過去に海外からオファーがあったことも明かしている。レンタル移籍だったんですけど、その当時、最初完全、移籍、かったのでそれだったら行くよっていう話で考えていたけど、 最終的にレンタルになって年俸もちょっと下がったりしたので行くのはやめた。罰金プラス半年間干されるという仕打ちでしたね。半年間メンバーにも入らなかった。今思うとすごいよな。まあ、でもああいうことがあってまた成長できたと思う。向上心の強い西。この時は海外移籍こそ実現しなかったが、自身の成長にはプラスになっていると捉えていた。